おいしい？おいしい？おいしいよ。確かにうまいな。ねえパパ、どうした？千鳥の修行本格的につけてほしいの。サラダ、あなた。負けてらんないんだ、私も。高め合うライバルというやつか。え？いや、なんでもない。ここでいいだろう。パパ、ここで修行するの？その前にまだこの術の本当の力を見せたことがなかったが、一点集中と月のスピードが相まって千もの鳥の地鳴きにも似た。よってこの技はこう呼ばれる。千鳥！これが千鳥の力。この術は俺がかかしから受け継いだものだ。ダメ。確かに二つどもいになったお前なら千鳥を得得できる可能性はある。逆に相手のカウンターで致命傷を負いやすい諸刃の剣だ。そのためにはチャクラを一点集中させ月のスピードを上げるんだ。はい。悪いな、サラダ。サイからの呼び出しだ。私なら一人でも平気だよ。そうか。